大学生にもなれば恋人がいるという偏見に背を押された愚かな学生たちが叱らば我もとむやみに奔走し、身分をインスタントに取り繕う。その結果、空虚なカップルがさらに増え、それが余計に偏見を助長する実にくだらないスパイラルだ。恋など所詮まやかしだ。ましてやラブコメのようなドラマチックな出会いなどありました、ありました、ありました。なんだこの気持ちは。限りなく恋に近い。彼女の心中いかばかりか。それはなかなかに面白く学ぶところの多い夜でした。そもそものきっかけはこのカタツムリの殻。老若男女全男全女三三五五三冠四温五月の主星に導かれ、夜は短し歩けよ乙女。どうだい未成電気ブランのお味は。お腹の底から幸せになるような心地です。人生を底の方から温めてくれる、それが未成電気ブランだ。ずっとこうして飲んでみたいです。ただ生きてるだけでいい。美味しくお酒を飲めればそれでいい。させるのが仕事だ。そんな役回りだ。勝手に喋るなよ。固いこと言うなよ。ここだ。図書館に何がある。言うなよ。これを図書館警察って聞いたことある。いやー土壇場でいい女優が入ったな。私戻ってきたのに用なしじゃない。それにしても感動しました。このお芝居はパンツ総番長さんの愛の結晶だったんですね。ロマンチックなこと考えるよね。危険です。お下がりください。幻の三階建て電車が参ります。劇は続行だ。みんな最終幕の会場へ急げ。よくお会いする先輩。樋口くん、やるね。天狗の妖術だ。夜は短し、歩けよ乙女。これを持っていきなさい。ジンパイロだ。大正時代に売っていた幻の妙薬だ。どんな風でも立ちどころに治る。使えよ。はい。そうして私は冬至の夜明けを越えて、ナムナムと天井に向かってつぶやきました。朝ごはんを食べて免疫力をつけてから、風に吹くあれこれを詰め込んで身支度しました。楽しかったです。この作品を届けられることが自分にとってのエネルギーだったので、舞台上にいなくてもすごくこの空気感っていうのは、本当にこの夜は短し歩けよ乙女の作品かのような温かみがあったので楽しかったです。ちょっと時期をがずれたりすると公演自体ができなかったかもしれないような状況か、本当にここ最近の状況ですから、できたこと、お客様が一人でも多く来てくれたことが全て感謝でしかないですよね。もう去年から僕もずっと舞台出てて、そのことばっかり思ってたんで、かつでも未だに見に来れないんだって、行きたいけど行けないんだってこともいるわけだから、その思いは必ず大切に、これからも舞台人として生きなきゃと思いました今日。